皆さんこんばんは。ヤミーのレシピ帳、今日の1ページはこちら。ベトナムのサンドイッチ、バインミーですね。具沢山で美味しそうです。まずはナマスを作っていきます。ヤミーさん、ベトナムにもナマスってあるんですか？実はこのナマス、ベトナム料理には欠かせないんです。いろんなベトナム料理に使われるんですね。この甘酢で和えたらナマスの出来上がりです。次に豚肉の下ごしらえをします。今回は豚肉を使用しましたが、鶏肉でもいいですし、ハムを挟んでも美味しいですよ。続いてバゲットを焼いていきます。バゲットはソフトタイプのものがおすすめです。表面がこうカリッとしてくれば大丈夫です。同じフライパンで目玉焼きを焼いていきます。油が温まったら卵を入れます。カリカリに焼けた目玉焼き、美味しそうです。同じフライパンに今度は豚肉を入れて焼いていきます。豚肉は焦げやすいので、ちょっと弱めの中火にしてください。あー、こんがり美味しそうですね。いい感じ。あとは具材を挟むだけです。中に挟む具材を考えるのも楽しみの一つですね。お好みでなんですが、ナンプラーをかけます。で、サンドしたらこちらで出来上がりです。本場ベトナムの味が楽しめるサンドイッチ、出かける時のお弁当などにもぴったりですね。ヤミーのレシピ帳、来週もお楽しみに。今日のお料理、あなたのレシピ帳にもいかがですか？もっと長野をホットに、長野都市ガス。